にちは、かくすけです。やっていきましょう。魔女の泉 R 続きです。前回ね、なんかなぜか洞窟モグラがロボットを動かしてて、盗賊団の子がいたんですが、弟くんと盗賊団の子、あれ、マントが、俺のミスじゃないぞ。俺が着いた時にはすでに3号が壊れてたんだ。見つけた。早くケイトの弟を返しなさい。ここまで一体どうやって。ありえない。俺が設置した罠を全部パスしてきたってことか。新キャラだ、クロウ。お前も反省しないとな、クロウ。お前がしっかりしないからだ。ひとまずはクロウ、少しここを任せた。あ、なんだって。時間を稼いでくれ。俺はリーダーを連れてくれ。あいつめ、また面倒なことをしつけやがって。戦いかな。退屈してたし、むしろ良かった。ちょうど新しい罠を試したかったんだ。罠か、厄介そうな敵だな、これは。私の刺激剤とかはとりあえず使わず、ペットペット。はい、召喚して。物理。一回ノックアウトしちゃえ。ドン。どうだ。へへへへへへへ。罠を試す暇もなかったな。強すぎる。そうよ、まあ、罠タイプだからな。普通の戦闘能力は低いのか。もうやられたのか。ね、あっという間だったね。おのれ、相手の戦力をちゃんと話しておくべきだろ。お前がこれほどあっけなくやられるとはな。ところでリーダーは、あれ、先についてるはずだけど。いなかったのか。何？おい、カンナ、早く出てこい。カンナ呼んだ。あら、かわいい。ムササビ盗賊団のリーダー、カンナ様が来たよ。かわいい。なんだ、いたのか。リーダー、着いたなら姿を現しておけよ。その肌の色、魔女では？主役というのは最後に登場するものだよ。でもちょっとぽさあるよね、耳。でも耳ちょっと見えてる気がするな、普通の人間の耳が。あれ？あいつ人間じゃないよ。あ、やっぱ？は、私はパイベリー。見ての通り、私も魔女なの。でも魔女同士戦うべきじゃないよね。どうだ？こんなめちゃくちゃな世界で同族かどうかなんて何の意味をなすの？それより集中しな。さあ、私の3号を壊した罰を受けてもらうよ。あの趣味はカンナちゃんの趣味か。クロウ、ポジション A で行くよ。すべての火力を集中させて。お、これは強そうだ。ポジション A。 クロウ、聞いただろ。お前さえちゃんとすればいいんだ。おお、じゃあ素早さ刺激剤を使って、クロウ厄介そうだから先にやっちゃう。始めるよ。ペットも一応呼ぼうかな。召喚で、はい、種の精霊で2連アタックでやれそうだな。はっ、よっしゃ。ファンボーナスの特殊スキルの、ふぅ、なんだい、ポジション A。やった。一瞬だった。ムササビ盗賊団特製の爆弾知ってるか。ねえ、その爆弾ちょっと苦労させられちゃった。私の番だよ。魔法使っちゃう。どれどれ、待ってちゃダメだぞ。あ、自分に渡るのか。ちょっとそんな気はしたんだけど。あんな子供の魔女にムササビ盗賊団がやられるなんて、おかしいな。あいつからもアンナみたいに魔力が全然感じられないよ。強行に捕まって魔力を失ったとか。えい、魔女ではな、わかんないね。変幕爆弾、村の子供たちが持ってたやつだよね。あれ、そうだ、ケイト
カンオ君、うん、ご主人様、さっきのあいつらの他に匂いはしなかったっす、うん、ね、弟君は。ただもう少し深いところから何やら新たな気配が感じられるっす。なんだ、きっとケイタの弟だよ。早く行こう。戦闘には勝利したけど、ここは奴らのアジトっす。油断は禁物っすよ。うん、爆弾魔女を追跡。魔女にまた会ったよ。名前はカンナ。でもこの子、魔力は使わずに爆弾ばかり使ってる。まさかカンナもアンナのように強行に魔力を奪われちゃったのかな。とにかくカンナを探しに鉱山の深くへ進んでみよう。耳の形がこのウサ耳みたいな感じじゃなかったけど、爆弾のシーン、ミミズかと思った。はい、爆弾製作できるんだな。ほう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 、はい、なんかいるぞ。強そうなのがいるけど大丈夫かなこれ。あ、乗れる。わー、あ、倒されてる。すでに大丈夫か。追いつつこっちに行ってみる。私、カリック、うわー、絶対強い。カリコの生態ってこんななるんだ。はい、一回、うわ、音楽からして。音楽からしてだよ。ペット召喚、ペット召喚。一旦ノックアウト。じゃあ追加で2回攻撃しないと。あたー、いたー。イノシシには頑張れ。準備できたよ。特殊スキル、ここが大事だ。命の木、よーし、強いぞ。で、回復もできるという素晴らしい技です。精霊の種を使い勝てるぞ。ただ素早いな。痛いね。痛い、早い。くぅ、これは始めるよ。お呼びですか。助けてブラックジョー。ハイポーション、カエルの卵、アパプリンエキスかな。うん、これでどうしよっかな。魔法石板を使うか。どれどれ、威力高めの、んー、どうしよっかな。4回、あ、勝手に使っちゃった。ポンって一発で。ドン、痛い、食らってイノシシジュニアの突撃が入り、痛い、やばー。この次はどうしよう。クリティカルが使えるけど、これは回復をするべきでしょう。道具でカッパプリンエキスです。うん、頑張れ。精神支配を使ってみましょう。え、なんだって、精神支配できるの。え、ちょっと待って。みんな下がれ。あたた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 、みんな下がれ。解除。自分の体力やばいけど、いけるのか。精神支配よろしくお願いします。お願い、やった。やった、カリックだ。やったー、まさか、ペットにしちゃった。餌やる、肉でしょ、違う、うさぎ肉もいらない、まさかの捕まえられるとは思わなかった。ダメ、あ、スパークルだった。お、尻尾バリーゲット。
尻尾の先で発生する電気エネルギーを相手に発射する。発射回数はターンが来るたびに増加する。わ、そういう効果だったのか。危なかったな。戦闘開始1ターン後に使用可能。やった。あ、好感度最高になったよ。かわいい召喚。うわ、やった、ちっちゃくなったね。ずいぶんとちっちゃくなったね。カリックだ。カリコもまだ捕まえられてないのに。一回帰った方がいいのかな、思うけど。倒せるよね、カリックに勝てたんだから。何この子、ボヨンボヨンしてる。あれ、盗賊団のやつら。でもなんでみんな横たわってるの。ブラックジョー、あれは何。魔物。気づいてなかったの。何この子。あれは汚染された魂の集合体っすね。黒い魔力の石のせいで固まったみたいっす。いわゆる悪霊っすね。悪霊。おそらくこの近くに黒い魔力の石があるのかもっす。黒い魔力の石って。触れた者の理性を一瞬で支配するという邪悪な魔力が宿る石っす。あ、怖い。触れたらどうなっちゃうの。その石に手を触れた瞬間、力に対する欲望が極限に引き出されるっす。つまり欲望に満ちた怪物になってしまうってことっす。怖いね。しかも周りに漂っている魂まで汚染してしまうほど強力な魔力っす。大体わかった。でも悪霊なら攻撃しても効果がないんじゃない。集合体の媒介である黒い魔力の石さえ破壊すれば汚染された魂は散らばるっす。ほうほう。いつも通りに戦えば大丈夫っす。黒い魔力には気をつけてくださいね。はい。道具大丈夫だ。ペットの召喚。残り、やっぱ召喚コスト高いよね。イノッシュジュニアだ。よし、特殊スキルは使わず。で、どうしよっかな。攻撃でいいかな。一回ノックアウトしちゃえ。やっ、えい、うん、いいぞ、強カリック。あ、でもクラクラが消えちゃった。ちょっと良くない状態になったっぽい。あ、これ勝てちゃうんじゃない。もう命の木やだ。あ、大丈夫、そんなの吸い取って。勝ったね。あ、出てきた。あれが黒い魔力の石か。綺麗だけどね。光と闇が宿る立方体の石、原石に近い黒い魔力の石っすね。どうすりゃいいの。あ、崩れた、よかった。小さな黒い魔力の石、手にした者の理性を支配し力の欲望を引き上げる石。いいのかな、手に入れちゃって。あ、盗賊団のリーダー、大丈夫。大丈夫かい。まさか私の心配をしてるの。まったく、おめでたいやつだね。悪霊のことなら心配いらないよ。私が退治したんだ。魔女同士助け合わなくちゃね。はあ、あんたがこれほど強いとは思わなかった。2号を出すべきだったか。頭が。みんな大丈夫か。まさか魔女と悪霊が戦ったのか。そうです。もう少し早く目が覚めてたら悪霊と魔女を一同に倒せたのに。惜しかったな。本当に恩知らずな奴だな。とにかくあんたたちが連れ去った子はどこ。早く連れてきて。連れ去った子、何のことだ。クロウ、まさかお前人をさらって人体実験までしてたのか。でたらめ言うな。俺が興味あるのは機械と電線と爆薬と。結構ある。
言っておくけど、いくらクロウでもそこまでバカじゃないよ。バカなのは認めるって聞こえるけど確かに。じゃあ勘違いだったってことだよね。ケイトをがっかりさせちゃうよ。騙された？全然がっかりしてないよ。ん？悩みの種だった盗賊団と邪悪の魔女を一度に片付けられるチャンス、やっぱり私は運がいいね。まったく。どういうこと？盗賊団を自分でやっつけるのは面倒だったんだ。おかげで何もせずとも解決できたよ。お礼を言っておこうか。どういうことか分かったよ。ねえ、ケイトに何か頼まれてたんでしょ？うん、それが弟を探してほしいって頼まれたの。盗賊に捕まったって話だったけど。バカ！完全に騙されてるよ！あいつに弟なんかいないって。そんなあんたって魔女のくせに本当に何も知らないのね。魔女なら人間を警戒しないと。そうだね、これからは気をつけるよ。じゃあ用も済んだし、私はこれで。で、強っ。なんだ何これ、魔法？基本的な束縛魔法っすね。落ち着いて少し待っていてください。魔法を使う人間がいるなんて知らなかったよ。いや、あの少女には魔力がないっす。それに代わる何かを持っているみたいっすけど。おい、間抜けな魔女、あいつを甘く見ない方がいいよ。教皇があいつに力を授けたんだ。教皇から力を授かった？勇士でもないのにどうして？見ればわかるでしょ、あのずる賢い性格。教皇の好みにぴったりじゃん。そうなの？教皇様が私の並外れた頭脳と冷静な判断力を高く評価してくださったんだ。ケイト、おしゃべりだね。今日は勇士の子分を連れてきてないみたいだけど、私たち全員を相手に一人で大丈夫かい？さあね、私が自らあんたたちを相手する必要があるかな。あれ？やめろ！なんという。あんたたちが戦い合って死ぬところを見たかったけど、ま、火遊びも悪くないか。性格悪いぞ、ケイト。リーダー、クロー、早くこっちに。ねえ、ブラックジョー、これっていつ溶けるの？ファイベリー、まだその状態だったんすか？さっさと魔法を使ってください。そう、早く。なんだい？ご主人様、空間移動はもう遅いっすから、天井から脱出しましょう。お願い、よろしく。うわー、ギアホーはもうそれ気合いの言葉だったんだな。この状況でも言うってことは。危なかったよー。いたたたたたたた。ブラックジャー、すごい、なんかいるね、後ろにロボットが。ありがとうな、ブラックジョー。私たち助かったね。翼をつったっす。頑張ったね、ブラックジョー。あ、優しさ。そうだ、こんな席いるよ。確かに。また鉱山に行かないといけないのかな。ところで、ここはどこ？さあ、洞窟の天井を突き破った穴から出てきたのがここでした。少し辺りを見てみようか。ロボットがいるけど、ケイトがあれほど危ない少女だとは夢にも思わなかったよね。慌てて鉱山を飛び出したら見知らぬ場所に出てきちゃった。本魔石も見つけられなかったし、もう少しここを見てみよう。マッツの庭園って書いてあるけど、マッツっていうの人は知らないな。でもそういうメカニックっぽいけど、調査する。このゴーレムも急に攻撃してきたりして。椅子とレバーか。これは
搭乗して操縦するタイプのゴーレムの様子ね。うんうん、長い間放置されてるみたいだけど、これも教皇のゴーレムなのかな。違うでしょうね、僕は見たことが、うん、それに教皇城からかなり離れた場所にこんなゴーレムがあるわけ。え、ブラック城教皇側にいたのかな、もともと。じゃあこれもカンナのゴーレムってこと？ま、魔女？あ、どうも初めまして。あ、人間。その服。あ、本当だ。もしかして君もカンナの友達？凄まじい爆発音が聞こえたけど、ひょっとして君カンナと戦ったわけじゃないよな。戦ったけど心配いらないよ、カンナは無事だから。いや、そうじゃなくて、サンゴは無事だよな。ついこの間やっとの思いで直したんだ。サンゴ？もしかしてピンクの巨大なゴーレムのことなら、私と戦って壊れちゃったよ。なんだって？悪霊とは戦わずに魔女と戦った？悪霊のこと知ってたんだ。なるほど、ゴーレムにコンマ石をたくさんつけてたのは悪霊のためだったのか。なるほど。ああ、コンマ石は悪霊の魔力を麻痺させるんだ。それにしてもカンナとはなんで戦ったの？そう、私はただコンマ石を探しに行っただけだよ。コンマ石？はあ、そんな理由でサンゴが。もらってくれ、コンマ石だ。ありがとうね、なんかごめんね。これで鉱山にまた行かずに済んだよ。用が済んだらカンナが戻ってくる前にさっさと行ってくれ。また戦いでもして壊されたらたまらないからね。ありがとう、君って本当に優しいね。なんて名前？ジェイでいいよ。ジェイ。はあ、1号まで壊されたら立ち直れないよ。そうね、あんなロボット作るの大変よね。分かったよ、ジェイ。ところでここからララクマリに行く方法は知ってる？森につながる秘密通路があるんだ。ムササビ盗賊団専用だけど、今回だけ開けてあげるよ。ありがとう。秘密通路？初対面の私たちを通しても大丈夫なの？本当はダメだけど、まあ魔女と人間が出くわすことはないと思う。カンナが戻ってくる前に早く行って。残った部品ではもう3号の修理だけでもギリギリだから。あ、はい、ジェイが開けてくれたドアから出よう。もうちょっと探索したいんだけどな。なんかないな。じゃあね。カンナが戻ってくる前に早く行って。残った部品ではもう3号の修理。まったく、カンナはいつになったら分別がつくんだ。カンナちゃんは何だったんだろうね。人間でも魔女でもなさそうだった。鉱山の入り口のすぐ横がカンナの秘密通路だったんだね。ね、ちょうどよかった。鉱山の入り口からすぐにアンナのところに行けるよ。そうね、アンナにコンマ石を渡そう。運よくカンナの仲間からコンマ石を分けてもらった。アンナにコンマ石を渡しに行こう。奈落鉱山の小さな移動祭壇を通じてアンナの家に行けるよ。はーい、 OK でーす。3回分修練ができるようになってる。でもこれを渡しに行くのはいいでしょう。こんにちは、アンナさん。アンナー！あら、パイベリー。どうしましょう。今はパイの材料を切らしていて。違うの、今日はプレゼントを渡しに来たんだ。プレゼント？これはコンマ石？何のことか分かったみたいだな。ご主人様があんたのために苦労して手に入れたんだ。ああ、アイベリー、
私を心配してくれたのね。本当にありがとう、うん、気持ちはありがたく受け取るわ。でも、コンマ石は私の体にはこれ以上効かないの。事情があってね。そっか。そうなの。力になりたかったのに。そんなに落ち込まないで。代わりにこう使うのはどうかしら。お、コンマ石のイヤリング装備。魔法攻撃を受けた瞬間、イヤリングが反応しダメージを減らしてくれる。これは？古い魔法のイヤリングにコンマ石のかけらをはめ込んでみたの。これがあれば相手の魔法攻撃を少し防げるはずよ。ありがとう。魔力の強い魔物を相手にするとき役立つと思うわ。でも私はアンナの力になりたかったの。なのに。十分に力になったわよ。誰かにこんなに心配してもらえるのは本当に久しぶりだから、感動したぐらいだわ。うん、でも美味しいパイのお礼がしたかったんだ。もう少し考えてみるよ。そうだ、聞きたいことがあるの。なに？この前ハンナっていう子に会ったんだ。その子もアンナみたいに魔力がなくて、名前も似てて。もしかしてカンナってアンナの娘なの？娘がいたわ。うん、その子ミイロが生きていたら多分パイベリーと同じくらいの年頃なはずよ。ミイロ。あ、もう10年以上も前のことよ。教皇は魔力の多い子供たちを欲しがったの。今もそうだけどね。不幸にも私の娘ミイロは生まれつき魔力を多く持っていたわ。私たちは森の奥深くに隠れて暮らしていたけど、結局勇士たちに見つかってしまったの。じゃあミイロは？アンナのように魔力を奪われたんすね、教皇に捕まって。ええ。ごめんね、そんな悲しいことがあったなんて知らなかったよ。じゃああんたはどうやって生き残ったんだ？教皇がタダで返すはずがないはずだけど。教皇から魔力を奪われた魔女はバベリア鉱山に捨てられるの。あの時に死ぬべきだったのに。こうしてかろうじて生きているわ。なのに今まで生きてたって？10年も前に魔力を失ったのに？ありえない話だな。あんたの正体は一体なんだ？まさかあんた教皇の手下か？ブラックジョー、失礼すぎだよ。そうね、今の状況で。いいえ、そう言われて当然よ。魔力のない魔女はすぐに死んでしまうもの。怪しむのも無理はないわ。そっか。でも誤解しないで。ん？私が死なない理由はここにあるの。これはエイムハードの魔力。エイムハード？エイムハードは封印と結界に長けた神っす。このネックレスは彼のものなんす。まさか神殿で盗んできたとか？いいえ、私はエイムハード様の伝令だったの。これはあの方が私に預けたものよ。伝令だって？それならなおさら理解できないな。そのネックレスがあればほとんどの勇士はあんたに手出しできないはずだが。ええ、この中には魂を封印する絶対的な力があるから。でもエイムハード様のネックレスは私が力を使うことを許さなかったわ。許されたのはたった一つだけ。
全てを失ってもこの命を保ち続けること。ひどい。力を許してくれてたらアンナもミイラもきっと無事だったのに。きっとエイムハード様には深いお考えがあったのよ。私では悟ることのできない深い意味が、そう信じているわ。アンナ、アンナ。ダビド、パイなら後で焼いてあげるわ。今は材料がないの。そうじゃなくて、村に怪物が現れたんだ。なんだ？怪物ですって。まさかこのオーラは悪霊？また悪霊？悪霊って言ったじゃなかったの？ハイベリー、まさか悪霊と戦ったの？うん、カンナが悪霊にやられそうになったところを私が助けたんだ。悪霊なら私が遥か昔にエイムハード様の力で鉱山に封印したはずなのに、一体どうして。まさかエイムハード様が消えて封印が弱まったのかしら。ダビド、ひとまずここに身を隠して様子を見ましょう。ダメだ、姉ちゃんがまだ村にいるんだ。それに勇士たちはみんな逃げちゃったんだ。空が危ないですって。へっへー、パイベリー様の出番ね。パイベリー、何を言っているの。危険だわ。そうだパイベリー、お前は野良犬も立派に倒したじゃないか。パイベリー、村で今悪霊と戦ったら確実に勇士たちが押し寄せてくるわ。でもダビドのお姉さんを助けられるのは私だけだよ。そんな。心配しないで、私を信じて。いい子すぎるよ。どうするつもりっすか。村には人間が山ほどいらんすよ。そうね、勇士たちはみんな逃げたんでしょ。素早く悪霊を倒して私たちもささって消えたら大丈夫だよ。準備できたら村に行こう。はい。ダビドのお姉さんが危ない。ララク村に現れた悪霊を退治しよう。はい。あ、カンマ石のイヤリング着用ですね。ステータスから装備管理。はい、補助装備よし。ちょっとセーブして終わりたいところだったけど、この流れはそのまま行きたいので今回はここで一回切ります。ご視聴いただきありがとうございました。